ブリドンです。皆さんやっとかめです。今日から本格的にロードレーサーをカスタムしていきます。今日カスタムするのはここ。ディスクブレーキ車のブレーキロータです。今この完成車についてきたブレーキロータは160ミリというサイズのものが前も後ろもついています。ロードレーサーのディスクローターはサイズが2種類選べて、今ついているこの160ミリという径のものと、もう一つちょっと小さな140ミリという径のものがあります。でこれはどちらを使ってもいいんですが、まあ好みに合わせて160を選んだり140を選んだりというものなんですが、体重の重い方に関しては、例えばカンパニョーロの場合は体重が82キロ以上の方の場合、前後とも160ミリを使うように推奨しています。でもまあ日本人だと結構体重軽い方、50キロ台とかっていう方も多いと思うんですが、まあ、その場合このフロントリア160ミリのディスクローターというのはオーバースペックなんですね。ちょっとブレーキの制動力が多すぎる状態になります。ブレーキの制動力が高すぎる場合、別にコントロールはできるので高すぎてダメだということはないんですけど、まあ必要もないのに大きなローターを取り付けてても重量も重くなるし、まあオーバースペックなものを自分の必要なものに合わせるということで、今ついている160ミリのローターを140ミリに変えようと思います。でこの完成車、ブレーキの規格がフラットマウントという規格になっていて、このフラットマウントの規格は簡単にディスクローターのサイズが変えられるので、今日はその作業をご紹介しようと思います。まずはホイールを外します。ディスクローターですが、ロックリングというパーツで止まっています。でこのロックリングを外す工具なんですが、これこのカセットスプロケットの取り付け取り外しに使うのと同じ工具を使います。場合によっては BB の取り付け取り外しに使う工具を使うタイプのロックリングが使われていることもありますが、まあ、大体そのどちらかを使えば取り付けられるようになっています。なんで両方が使えるようなロックリングにしないのかは分かりません。センターロック式という規格のディスクローターです。新しく取り付けるのはシマノの RT-MT800 という140ミリのセンターロック式のディスクローターです。前はディスクローターデオール XT とか SLX とかマウンテンバイクの各グレードごとに用意されてたんですが、最近このグレードごとっていうのは廃止されて、グレードに属さない汎用品という形に変わったようです。ついてたディスクローターはシマノの前のグレードでいうと105相当のものなんですが、それと比べてちょっとデザインが違います。真ん中のところに放熱用のアルミのフィンがついています。取り付けは簡単で、向きがあるんですが、まあ、あの見える向きのところにロゴが入ってたりするので、これが見える向きでこのままセレーションに滑り込ませます。そしたらさっき使ってたロックリング、もしくはローターについてくる新しいロックリング、どちらでもいいので、これを使ってロックリングを締め込んでやります。これでホイール側準備できました。ホイールをフレームに戻します。そしたら次はフレーム側を作業します。フレームのチェーンステンのところ、ここにボルトでキャリパーが止まっているので外します。
後ろ側のボルトはここにボルトの抜け防止のピンが刺さっているので抜いておきます。キャリパーを止めているボルトを抜きました。これは後で使うので置いておきます。キャリパー、よく見るとキャリパーの本体にアダプターが取り付けられています。このアダプターもボルトで止まっているので外します。アダプターが取れました。このアダプターとボルトはまた必要になるかもしれないので取っておきます。アダプターを外したら、 140mm のローターを使う場合はアダプターを使わずにフレームに直接キャリパーを取り付けます。さっきアダプターをフレームとつなぐのに使ってたボルト、長い方のボルトですね、これを使ってキャリパーをフレームに直接取り付けていきます。それでただ単にキャリパーを取り付けただけだとローターと擦ってしまうので、ここは微調整をしていきます。レバーを握ってパッドを中心に持ってきて、この状態でパッドとローターの間に隙間がうまくできるかチェックしていきます。いかがだったでしょうか。今日は完成車についてきた 160mm のディスクブレーキローターを 140mm に取り替えるという作業をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が役に立ったよと思われた方は高評価をいただけると励みになります。チャンネル登録していただくと新着動画が上がった時にお知らせを受け取れるようになります。ムリトンでした。